自分の前世がカエルみたいなもんだったんじゃないかと思って、っていうのはですね、カエルって動いてるものに反応するらしいんですよ。で、止まってるハエとか食べないで動いてるものに反応するんですけれども、僕動いてるものがすごく好きなんですね。今森ビルの上の方から東京の街が見えますけど、カラスが今2羽あったりとか、煙みたいなのがもくもくでしたりとか、やっぱり動いてるものに目がいってしまうんですけれども、でカエルはこうハエとかをじーっと見ててこうペロッて食べるじゃないですか。で、多分それが僕にとってはビデオカメラなんですよね。遠くのものに手を伸ばすっていうか、ビデオカメラでパクッと食べるというか、電車に乗っている時に隣の線路にこう並走して電車が来る時ありますよね。あれが僕は異常に好きで、ああいうシーンになると席を立って窓際に行っちゃうんですけど、動いてるものから動いてるものを見る時のスピード感って、同じスピードの電車に乗ってるのに窓の風景見てる時とは全然時間の感じ方が違うんですよね。時計で測れば3分間ですけれども、空を飛んでるトンビとかカラスとかそういったものを見てる3分間と、波打ち際で波とかを見てる3分間と、なんかだいぶ時間の感じ方が違うんですよね。で、そういった感じが僕の作品の元になってます。芸術は可能かっていうと、芸術そのものを作った人はいないので、これ不可能なんですけど、何かを見たり聞いたり触れたりしてこれ芸術だなって思う瞬間があるから、出来事としての芸術は常に心の中にあるんですよね。その人間の営みというか、誰もが芸術の種は持ってるんですけれども、外側に芸術そのものはないんですよね。